ッドバリウンは片付いたわ。あとは、あのアンノーンを。反応あり。ピグマリオン、限界します。また出てきますよ。させない。支援サンクス。ほれほれナンバーワン、本命狩りに行くっすよ。ええ、わかってる。もう好きにさせない。次のピグマリオンを吐き出す前に、貴様を引き裂く。スカイタワーで高みの見物とは、正直お手上げっすな。あの位置では、私たちの攻撃は届かないわね。ええ。でも、その代わり、ピグマリオンを地上に排出することもできない。ひとまずは安心ってことだよね。はい。歌声も。今は聞こえません。はぁ、なんとかなりました。もうダメかと思いました。あのロボットのおかげですね。ロボットというと、あまりにチープですが。そうよ、あのロボット、あれって一体何なの？一体、どこの誰が？気に入ってくれたかな？ドールハウスの諸君。集団で失礼するよ。高梨防衛大臣、見事な戦いぶりだったよ。ドールズのお嬢さんが、特に美咲君、君の戦い方はまるで鬼神そのもの。君たちドールのその特異性、やはり認めざるを得ないね。このロボットたちは自衛隊のものなのですか？27式多脚戦車、環状炉搭載型。我々はオートギアと呼んでいる。オートギア、やはり完成していたのだな。君たちのミッションはこちらで引き継ぐ。アンノーンの観測と残された市民の避難は任せてくれ。あの助けてくれてありがとうございます。礼には及ばない。害獣討伐は本来我々の役割なのだから。高梨防衛大臣、あなたたちは一体何者なんですか？我々は自衛隊に新設された組織、害獣駆除特任部隊。まだるっこしいのでね。省内では害徳と呼ばれている。害徳、以後お見知りおきを。大臣、そろそろ。おっと、そうか。では、失礼するよ。さあ、武器を収めなさい。君たちはドールハウスへ戻るんだ。ここから先は、
大人の時間だ。